こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画では最近出たばっかりの 6D マーク2の話をします。そして、まあ、6D マーク2の設定を少し見ながら、まあ、実際に私の 6D マーク2の意見の話もぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。では、スタート。もし私のチャンネル初めて見てる方だったら、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら、これからもいろんなカメラに関する動画とか、私が使っている機材とか、実際に撮影の風景動画とかアップするので、フォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。では、今日の動画では最近発表された 6D マーク2の話をします。で、まあ、6D マーク2のいろんなスペックとか見て、実際に私が思ったことをちょっとシェアしたいと思います。4年前に 6D マーク2が普通に出たんですよね。 6D のマーク1が出て、で、まあ、それも、まあ、その時に何のために出てるのかなとちょっと思ったことがあったんですけど、まあ、実際にはすごくいいかないかなと思うんですけど、まあ、6D マーク1と比べて 6D マーク1はだいたい2000万画素だった。で、まあ、それに比べて 6D マーク2は結局2600万画素になって、まあ、そこは結構上がってるから、まあ、結構いいポイントだなと思ってるけど、まあ、次は連写は 6.5、 1秒に 6.5 回の連写なんですけど、まあ、実際にそのポイントは別にポートレートを撮影しているので、まあ、連写は別になくてもいいかな、そこまでいらないのかなと私が思います。まあ、ポートレートを撮影して実際に連写撮ってる人ももちろんいるかもしれないんですけど、私が大体ポートレートを撮影しているときには、まあ、その一つ一つの表情、一つの一つのダンス撮影している時のジャンプとかを撮るのが多いので、連写を特に使わないか、早くてもだいたい1秒に1枚ぐらい撮るのが多いです。だから、まあ、私からしたらその連写 6.5 倍、まあ、どっちでもいいのかな。 1DX を使ってても結局連写は確か10枚以上あるんですけど、1回も使ったことないです。普通にだいたい1枚1枚大事にして撮影するのが多いので、連写はまあ1秒に 6.5 枚です。次はね、4K モード。 4K モードはないんですよね。 6D マーク2には 4K 動画は撮れない。それは結構良くないかなと思います。で、まあ、なんでかというと、私も今普通にフル HD で動画を撮影している。今私の YouTube 動画はだいたい普通にフル HD で撮影してます。全然それで私が大丈夫かなと思ってるんですけど、まあ多分4年前ぐらいだったら普通に HD で撮ってても多分問題なかったんだろうけど、だんだん上がっていきますよね。で、まあ、よく考えたら 6D マーク1が出たのが確か2012年だったよね。2012年から今までもう5年経ってるんですよね。で、今2012年から今まで2017年5年ぐらい経ってて、でもしかしたら次に 6D が出るときはまた5年ぐらい立つんですよね。4、5年後ぐらいにみんなまた普通にフル HD 撮ってると思うのかな。多分だんだん私も近いうちにフル HD じゃなくて普通に 4K 撮るようになるかもしれないけど、5年後にまた次のモデルが出て、そしてやっと もしかしたらその時にもしかしたら 4K になるって考えたらちょっと遅いなと思ったりします。まあキャノンの 5D マーク4 とかは普通に4K は撮れるし、 1DX とかも 4K は撮れるけど、まあ、せめて 6D マーク2もまあ 4K で撮ってほしかったんだよな。で、そのテーマにもう一つつながってるポイントがあるけど、そのポイントはもうちょっと後でまた戻ります。フォーカスポイント、フォーカスシステムのなんだけど、フォーカスシステムは 6D マーク1と比べて結構良くなって、今は45ポイントが載ってるらしい。で、 6D マーク1の前の 6D は確か11ポイントだけだったんですけど、まあ正直に言えば自分がポートレートを撮影している時に、普通に撮影している時にポイント一つしか使わないのがほとんどなので、まあ45ポイントあっても別にそれでもいいのか。でも実際にフォーカスポイントは増えてます。で、どこにポイントを合わせるとかは結局もっと細かく設定することはできます。私が撮影している時にフォーカスポイントはいつも言ってるけど、一つだけあればそれでいいんです。真ん中だけあればそれで普通に撮影できます。結局リフレーミングして、あの被写体の好きな構図を決めることが多いので、でも自分もたまに例えば縦構図でポートレートを撮影している時には、例えばこんな感じの写真で被写体の顔がちょっと上だったりすると、で例えば1時間ぐらい、まあ結構長く同じ似てるような構図で撮るときはフォーカスポイントを変えたりします。
フォーカスポイントをちょっと上の方にしたりすることもよくあります。例えば、まあ、1D で撮ってても 5D マーク2で撮ってても、その時はポートレートを縦で撮る時はフォーカスポイントを一つ変えて上の方にしたりします。 6D マーク2もまあそれが一応できるけど、 6D のフォーカスポイントの配置があんまり良くないんですよね。 6D のフォーカスポイントの配置が今こんな感じになってます。で、例えばそれに比較して、キャノンの 70D か 80D のフォーカスポイントの配置はこんな感じです。その違い分かりますか？さらにキャノン 7D のマーク2のフォーカスポイントの配置はこんな感じです。全然違いますよね。ってことは何が言いたいかというと、ポートレートを結局例えば縦モードで撮ってフォーカスポイントを上の方に設定したいけど、 6D マーク2の一番中心から離れているポイントがあんまり端っこまでは行ってないんですよね。だから結局ポートレートモードを撮るときに一番上のポイントを選んだとしても、結局カメラの、はい、まだリフレーミングしないといけないことになるので、そのフォーカスポイントの配置はちょっとあんまり良くないのかなと私は思います。そしてフォーカスポイントの話をもうちょっと続けると、もう一つちょっと良くないなと思うポイントがあります。で、11ポイントはまあ普通にダイヤル回して変えることはまあ全然普通に楽だと思うんですけど、45ポイントですよ。45ポイントなんだけどジョイスティックがないなんて、まあまあフォーカスポイント変えるのちょっと面倒くさくなるんじゃないかなと今思ったりします。なのでジョイスティックがないところが、例えばまあ 5D マーク2とか 1DX とかジョイスティックがついているので、結構フォーカスポイントを変えるのがまあ簡単なので、まあ 6D マーク2、マーク1ももちろんジョイスティックもなかったけども、普通に当たり前に多分 6D マーク2にもジョイスティックがついてないだと思うんですけど、まあせめてフォーカスポイントを40以上にするとジョイスティックあった方が実際に左右上下の方に動く方が楽だと思います。次はちょっと設定の話、まあカメラの設定の話なんだけど、まあシャッタースピードは 6D、まあ前の 6D と同じ感じなんだけど、シャッタースピードはもう4000分の1までしかいかないです。だからまあもうちょっと速いシャッタースピード、普通に 5D マーク4とか 5D シリーズとか 1D シリーズとか、まあ8000分の1まで撮れるんだけど、まあ、6D マーク2は4000分の1まで撮れない。まあそれは4000分の1、まあがまあ大体ほとんどの場合多分十分だと思うんですけど、それも分かって買った方がいいと思います。そして設定の中で感度は100から4万までできます、使えます。で、まあどこまで実際にちゃんと使えるかといっても、まあ多分普通に3200、6400まではまあ使えるんじゃないかなとちょっと思ったりするんですけど、 6Dをしばらく使ったことあります。6D マーク1の普通に使ってて、この写真は 6D で撮ってます。で、夜景で結構暗いところで、この写真の感度は確か2000、3200ぐらい。で、まあ結構高感度は良かったなと思ったりしますけど、6D マーク2の高感度のパフォーマンスはまあ若干上がってるんじゃないかなと思います。100から4万までなんだけど、感度拡張で50まで下げることもできるし、だいたい10万まで上げることもできます。で、50万まで下げれることはすごくいいことだと思います。で、なんでかというと、まあ、特にストロボを使っている人として、よく日中撮影しているときに、日中シンクロしているときには感度100にすると結局まあシンクロスピードに間に合わなかったりすることがよくあるので、よく私も 1DX で撮影してても 5D マーク2で撮影してても50まで下げることがよくあります。感度50で撮影することはよくあります。それでさらに1段ぐらい写真を暗くすることができます。そして次はホワイトバランス。ホワイトバランスもすごくいいところがあります。で、まあ、私が 1DX と 5D で撮っているときにカスタムホワイトバランスを使うことがよくあります。で、カスタムホワイトバランスを何で使うかというと、カラーシフトという撮り方をよくしています。普通にホワイトバランスを私がケルビンで設定することが多いんですけど、ケルビンで2500から1万まで数字を設定することが多いんですけど、場合によってストロボを使っているときにフィルターを使うことがよくあります。例えばオレンジフィルターをつけたり、ちなみにオレンジフィルターの動画はここの URL に貼っとくので、そして下の概要欄にもリンクあるので、ぜひそれもチェックしてくれたら嬉しいです。で、フィルターを使うときには
普通にオレンジと青を使うときには問題なくケルビン設定で設定できるんですけど、もし場合によってカラーシフトしているときには緑とかちょっと変な色のフィルターを使うことがよくあるので、そういうときはカスタムホワイトバランス機能を使うことがよくあります。カスタムホワイトバランスは 5D マーク2とかだったら1つしか設定できなかった、 1DX で5つプリセットを設定できます。で、6D マーク2には6個設定できます。それは結構楽だなと思ってます。で、まあ、実際にいろんなフィルターを使っていろんな違う種類を使って、そしてそれを全部登録できるのは結構楽だな。だからまあ私からしたらカスタムホワイトバランス機能でプリセットを6個設定できるのは結構いいかなと思ってます。あといくつかポイントあるんですけど、まあ、6D もそれ普通にあったけど、 6D マーク2も Wi-Fi 機能がついてます。なので写真を撮ってそのまま普通に携帯で確認して、そのまますぐ携帯に送って、そのまますぐ SNS に投稿することができる。それはすごく楽、すごくいい機能だと思います。で、その機能だけのために買っても全然多分おかしくないかなと思ってるんですけど、次のポイントはちょっとアウトかなと思ってます。次のポイントはSD カード、まあ、カードスロットは一つしかないです。プロレベルの一眼レフにカードスロットは一つしかないなんて、まあまあプロカメラマンには使いにくいんじゃないかな、このカメラは。例えばブライダル撮影している時にカードスロット一つしかないと、結局その日の写真がもう万が一そういうこともたまにあったりするから、カードがバグって結局写真見れなかったらもうアウトですよね。完全にアウト、写真も 戻せなくなる可能性が高いので、だからそういうカメラは結局ブライダルで撮るときは、まあ、ちょっとリスクなんじゃないかなとちょっと思ったりします。 5D マーク4とかもスロット2つもあるし、 1DX とかのシリーズもスロット2つあるし、だからまあもし1つのカードが万が一バグったら、万が一カードが壊れたら結局もう1つのカードにデータが残って普通に安全です。スロットが1つしかないといろんな仕事で撮影しているときにはそのカメラ使うのはちょっと不安になることが多いです。なのでまあスロットは2つがあった方が良かったかな。で、まあ、もう一つこれ、まあそれ使う人がいるかいないか、まあ、私も動画撮るときにそれはちょっと欲しい機能かなと思ってるんですけど、例えば動画撮るときに使う人もいるかもしれないけど、私が音は別で撮ってるから使わないんだけど、もし音はカメラの中で撮影してたらヘッドホンジャックあると実際に音を確認できる、音ちゃんと撮れてるかどうかは確認できます。例えばキャノンの 70D はヘッドホンジャックがついてないけど 80D はついてます。 80D はヘッドホンジャックがついてて、そして実際にヘッドホン入れて音を確認できます。もしカメラの音を使うんであれば、もう私が大体今もそうですけど実際に外付けマイクをつけて音を取っているので、外付けマイクのレコーダーにはヘッドホンジャックがついているので音を確認するときはそれを確認したら問題ないんですけど、まあ、実際に 6D マーク2にはヘッドホンジャックはついてない。そしてもう一つの機能は GPS はついてます。それは結構いいかなと思います。まあ私もたまにライトルームで写真見てるときに GPS があったら、まあ実際に地図見ながらどんな風に動いてたか見るのは結構面白いかなと思ってます。まあ、iPhone でそれはたまにやったりしてるんですけど、で、まあ、今は実際にそれカメラの中の設定でできるのが結構面白いと思います。で、まあ、それが今までのカメラでできないかと言われても実際にはできます。 iPhone のアプリを使ってそのアプリでカメラのデータを保存して時間帯を保存して、それで自動的に GPS のデータを写真に入れることができるんですけど、まあ一つ作業が増えたりします。実際に 6D マーク2にはまあ GPS がついてて、そして写真はどこで撮っているかはまあ実際にすぐ分かります。で、まあ、最後の機能なんですけど、それ、まあ、ここは結構いいなと思った。ここは多分 6D マーク2の一番多分印象に残った機能は、まあ、結局何かというと 70D みたいな感じ、 80D みたいな感じでバリアングルがついてます。で、私が前何年前か、なんでカメラ、なんでプロのカメラにバリアングルをつけるかも別にいらないんじゃない、まあ、ちょっと思ってたことあったんだけど、まあ、実際に動画を撮り始めたら結局バリアングルは結構便利だなと思うようになった。そしてキヤノンがまあやっとフルサイズ機にバリアングルをつけてくれたんだよなって感じになります。今まではバリアングルのカメラはだいたい 80D、70D シリーズのカメラだけでした。
で、6D フルサイズ機にバリアングルがあるのは、私からしたらちょっと印象、ちょっと魅力的なところ。まあ、実際に動画を撮影しているときに 70D を買った理由はそれです。バリアングルがついてます。バリアングルがついてて、実際に自分で撮影、一人で撮影しているときにカメラをどっかに置いて、そのままモニターを見ながら撮影できます。構図を確認しながら撮影できます。そしてよく開放で動画を撮ることが多い。例えば 85mm で撮ったり 24mm で撮ったり、いつも開放で撮るので、後ろの背景を、まあ、今みたいな感じで若干ぼかしたい。なのでバリアングルでそれを確認できるのは、まあ、結構いいところです。で、まあ、やっとフルサイズ機にバリアングルがつきました。その部分はちょっと欲しいなと思って、そして 70D と 80D の、まあ、いいところは結構軽くて、いろんなロケでも簡単に持ち運んで、あんまりストレスなく、重たいカメラ持ち歩かなくても動画撮影はできます。だからバリアングルの機能は結構いいかなと思います。少しまとめてみると、 6D マーク2を、まあ、いろんないいところも、ちょっと良くないところもあったりするんだけど、一番これはアウトだなは、 4K は載ってないことはちょっとびっくりしました。絶対多分発売前になだったら絶対 4K は入ってるんだろうと思ってましたけど、実際に入ってなかったことはちょっとショックかなと思ってました。特に、まあ、多分バリアングルがあって、結構多分動画撮る人はよく 6D を使おうと思うんですけど、結局 4K じゃないのと、まあ、カード一つしかないのとは結構欠点だなと思います。そして 6D マーク2は、まあ、いろんなキットで販売はするみたいなんですけど、まあ、24、70とか、でもまあよく見たらそのセットも結局、まあ確か20ボディだけで23万ぐらいはします。ボディだけは23万で、そしてまあセットにすると、キットにするとまあ30万超えたりするんですけど、まあ正直に言えばそのキットはあんまり好きじゃないかなと思います。まあ、特に例えばポートレートを撮影しているとき、ポートレートを撮っている人は多分キャノンのキットは多分やめた方がいいのかなと正直に思います。それよりも、もしまあ24、70とかそっち系のワイドズーム欲しい人がいれば、まあシグマの方が、このレンズの方がコストもパフォーマンスもすごくいいと思います。か普通に、まあ、ズームレンズじゃなくて単焦点を買った方が、正直に言えば、まあ、普通に例えばポートレートを撮影している時にはいいんじゃないかなと思います。ただカメラについているキットレンズじゃなくて、それで結局キャノンに決められるどんな焦点距離を使おうか、多分まあそのカメラを買う人は多分実際に自分がどんな焦点距離を使おうか、自分の好きな焦点距離、例えばまあ私の場合は 24mm と 135mm と 12mm が結構好きです。だからキャノンのキットレンズ、 6D についているキットレンズでははもう話にもならない。私からしたらその焦点距離はいらない。結局自分の好きな焦点距離があります。12、24、135だから、まあ自分の好きな焦点距離を決めて、それでレンズを買った方が一番いいんじゃないかなと思います。まあ予算が問題であれば、例えばキヤノンの 85mm の 1.8 とかもつけると結構いいんじゃないかなと思います。でそのレンズの別の動画は作ってあります。その動画も上のリンクと下の概要欄にも入れます。だからセットにするんじゃなくて、キットにするんじゃなくて、まあそれぞれレンズは別で買った方がきっといい作品にもつながると思います。最後に、まあ自分だったら、まあ、6D マーク2は買うかって、まあ聞かれたんだけど、まあ私は買わないです、正直に言えば。まあ正直に言えば買わない。なんでかというと、まあいくつかのポイントは話しました。で、まあ実際に自分の使い方で、自分がやってる使い方で、まあ、フォーカスポイントが45ポイントあります。私がポイント1つしか使わない。ビデオは 4K 撮れないです。 5D マーク2も 4K 撮れないです。普通にフル HD で撮れます。 SD カードスロット1つしかない。 5D マーク2と一緒、1つしかない。まあ、いくつかのそういうポイントがあるから、まあ、正直に言えばまだ値段と比べたら、まあ、全然 5D マーク2でもいろいろ撮れるんじゃないかなと思います。まあもちろん 5D マーク3でも、それか 6D の前のバージョンでも、多分 6D マーク2発売されたら結構値段が下がると思います。確かもう13万ぐらいになると思います、ボディだけで。
それでもいいんじゃないかなと正直に思います。で、私がまあよく例えばマーク2を普通に今でも使ってます。別にマーク2を諦めて23万まで払って 6D マーク2にする理由は特にないんじゃないかなと思ったりします。まあ一つの理由だとしたら動画でバリアングルがあることは結構魅力的だなと思います。でも 5D マーク2を使って結局先ほど言った通りにポイント、フォーカスポイント一つしか使わない。フル HD で全然動画撮れます。フォーカスの速さもそんなに遅くはない。全然普通に暗いところでも全然撮れます。なので全然、まあ、この写真とか この辺の写真は 5D マーク2でも普通に最近撮ってます。で最後に、まあ、この前の動画にも同じことを言ってたんですけど、まあ、カメラじゃないんですよね。一番大事なところがいつも私が言ってることなんですけど、一番大事なところは多分、まあ、6D マーク2でもスペックが上がれば上がるほど、 1D マーク2でスペックが上がれば上がるほどいい写真は多分撮れます。撮れてしまいます。っていうかカメラに撮らされます。それ好きじゃないんですよね。カメラに撮らされるんじゃなくて、カメラのいいスペックに撮らされるんじゃなくて、自分が撮りたいです。自分が自分の表現を入れて、自分の光の使い方を入れて写真を撮りたいです。なのでボディは自分の感性、自分の光の使い方をただ写すものだと思います。だから結局 6D マーク2、6D マーク1、5D マーク2でも多分この写真の結果はそんなに変わらないと思います。だから一番重要なのはどんなボディじゃなくて、もちろんボディによってピントの速さとか変わったりするかもしれないけど、でもボディというよりは自分の感性、自分の頭のあるもの、自分のどういうふうに被写体と背景をつなげたいのと、実際にどういう光を使うかの方が結構重要なところなんじゃないかなと思います。なので 6D マーク2は多分まあすごくいいカメラなんだけど、もしカメラ持ってない人がいれば、そしてまあ予算に別に買い切られてなければ全然買った方が価値があると思うんですけど、もし予算があって、そしてまあ実際に自分の表現を伸ばしたい、自分の表現でもっといい写真を作りたい人がいれば、もっと前のモデルでも、ただ一つ前のモデルだけじゃなくて 6D マーク1だけじゃなくて、普通に 5D マーク3マーク2でも普通に十分なんじゃないかなと思います。なのでまあ普通に 5D マーク2を今だったら多分6万7万ぐらい中古で普通に買えます。そしてそれに自分が、まあ、いいと思ったレンズ、まあ、私だったら 85mm の 1.8 とか、まあ、50mm 好きな焦点距離だったら 50mm の 1.4 とか、まあ、そっち系のレンズ、まあ、例えば、まあ、135mm を中古で買ったりとか、それだったらまあ普通に10万15万ぐらいですごく優れたポートレート撮影できるセットはゲットできます。それかもう一つおすすめは、多分今発売されたばっかりなので、今まだ23万なんですけど、まあ少し待ったらきっと値段が少し下がるんじゃないかなと思います。 OK、 まあ皆さんはどんな感じです、どう考えてるか、ぜひ私も知りたいので、そしてただ私の言ってることじゃなくても会話にしたいので、ぜひコメント欄に皆さんの意見を入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてまあコメント欄にきっといろんな役に立つコメント、いろんなためになるコメントが入るので、皆さんもぜひコメントの方見てくれたら、きっといろんな面白いコメントが入ってるんで、まあ、いつもコメントたくさんありがとうございます。で何かまあ少しでも役に立つポイントがあれば、ぜひ下のイエイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。イルコでした。